国際協力銀行本店株式会社国際協力銀行は株式会社国際協力銀行法に基づく特殊会社であり日本の輸出信用機関である。略称は JBIC。前身は日本輸出入銀行である。国際協力銀行は日本政府100%出資の特殊銀行であり政府と一体の法人とされる。業務運営は 政府から独立して行われるが、日本で唯一の国際金融に特化した政策金融機関として、日本の対外経済政策、エネルギー安全保障政策を担う。一般の金融機関が行う金融を補完することを胸としつつ、以下の業務分野に必要な金融を行い、もって日本及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的としている。 また、外国政府や国際社会との協力関係の構築、進化のための重要な外交ツールとしての役割を有する。外国政府、日本企業が関与、運営する海外インフラプロジェクト、日本企業が行う M&A などの海外投資プロジェクト、日本に輸入されるエネルギー、天然資源開発プロジェクト、CO2 排出削減のための環境プロジェクトなどに、主に、 プロジェクトファイナンスを活用して、融資を行っている。最近は、出資業務も本格化させている。新成長戦略、円高、デフレ対応のための緊急総合経済対策、パッケージ型インフラ海外展開関係大臣、会合決定事項を踏まえ、パッケージ型インフラ海外展開プロジェクトをはじめ、国家戦略型プロジェクトを推進するなど、日本の国際政策及び、 成長戦略を推進する上で、キープレイヤーとしての役割を担っている。また、日本経済再生に向けた緊急経済対策を踏まえ、海外展開支援出資ファシリティ、海外展開支援融資ファシリティを創設しており、日本企業の海外展開支援のために、積極的なリスクマネー供給を行う。資金調達の一部として、外国為替資金特別会計からの借り入れを、 行っており、外貨準備校の運用機関として、日本版、ソブリンウェルスファンドとも返される。ただし、業務の目的は、公益の追求であり、利益のみを追求することではない点が、通常のソブリンウェルスファンドとは異なる。株式会社国際協力銀行法において、政府の業務責任、民間会計基準による決算、政府による資金貸付や、 予算の国会議決が規定されている。また業務における収支、総称が求められており、その結果得られた利益は、必要な準備金の積立以外の部分は、全額国庫納付されることが明記されている。2020年6月現在、ありがとうございます。